どうも、ヤグタウンです。今日はさぬきうどん屋さんじゃなくて香川にあるラーメン屋さんを紹介していこうかなって思ってます。こちらのお店なんですけど、どうやら山形で生まれた辛味噌ラーメンっていう種類なんですけど、まず1号店として名古屋の方にできたんですって。でそれからすごい人気が出て、もう今日本各地いろんなところにこう点々とある中、香川では今から行く1店舗だけなんで、皆さんまだ知らない人も多いかと思います。なんせね、あのホームページとか見たらめちゃくちゃ見た目美味しそうやったんで、ぜひお楽しみに、というか僕も楽しみに行ってみます。はい、ということで今日のお店、香川県高松市にあるラーメン屋さんです。最寄り駅片本駅で 2.2 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては柏村うどんさんであったり八島さんがある大体あの辺りです。食べログの点数が 3.05 点、 Google の点数が 3.7 点となっていました。定休日は毎週水曜日で、営業時間が11時から14時半までで、夜が17時半から21時までとなっています。ということで到着です。ということで到着しました。こちら高松市にあるラーメン屋さんです。辛味噌ラーメン福郎さんになります。ちょうど横にはあのうどん屋さんのバカ1台柏村さんの真横ですね。この青い外観が目印です。はい、ということで旅に行きます。さあ行くぞ。それでは入店していきましょう。こんにちは。こんにちは。はい、こちら名古屋で生まれて今までも数々の賞を受賞されている、チェーン展開されているうどん屋、あ、じゃなくてラーメン屋さんです。2022年の5月に四国初上陸したのが福郎さんなんですけど、それがこちら高松屋島店になります。いらっしゃいませ。失礼します。はい、お願いになりましたらお願いします。あ、はい、ありがとうございます。もともとは山形で生まれた辛味噌ラーメンっていうのをベースに、最初の名古屋の地に合わせて独自にアレンジしたラーメンということです。ちなみに平日であればランチタイムサービスがあって、ラーメン1杯につき小ライスが1杯無料でついてきます。注文いいですか。はい、どうぞ。贅沢のせい辛味噌ラーメンで贅沢のせいで、辛味噌ラーメン贅沢のせい、はい、とあとチャーシュー丼いいです。チャーシュー丼も一つ、はい、麺は並盛りか大盛りか選べますけれども。あ、並で、並盛りで、はい、はい、辛味噌の量が通常2辛なんですけど、辛味噌の量はどうされますか。どれがおすすめですか。辛いの苦手な方は2辛がちょっと辛いぐらい、辛く感じるぐらいで、まあそうですね、とりあえず標準の2辛で2辛でよろしいですか。はい、はい、これニンニクもいただいていいんですか。はい、昆布数はあるんだ。すごい、はい、ニンニクも、ニンニクを、はい、エプロンはお使いになられますか。エプロンは大丈夫です。よろしいですか。はい、はい、じゃあ、以上でよろしいでしょうか。はい、はい、お待ちください。お願いします。はい、まだ入ります。何1、贅沢1です。チャーシュー丼1です。今回は贅沢のせにしてみました。普通のラーメンにプラスで卵にネギに海苔が追加で、メンマ、チャーシューがマシになってる、めっちゃ豪華なラーメンです。メニュー表こんな感じになってます。今回の贅沢のせが並で1200円、普通の辛味噌ラーメンだったら900円となってます。で辛さが6段階から選べて、まあ今回僕初めてやったんで2辛したんですけど、本来辛いの好きやからちょっと6辛とかも行ってみたいなっていう気持ちもあります。あと混ぜそばもこちら出されています。でライスがなんとタイムランチでは小ライス無料になるっていうお得なサービスがあるので、平日狙い目です。まあ僕は今回ライスじゃなくてこのチャーシュー丼注文してみました。これが260円となってます。あとは中華そばもやってて、夏季限定のやつも出されたりしてます。9歳以下のお子様は1杯無料のお子様ラーメンあるので、家族連れもいいと思います。お待たせいたします。お待たせしました。贅沢のせにから1000円チャーシューです。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。それではいただきます。今回頼んだのは辛味噌ラーメンの贅沢のせになります。ラーメンの真ん中にこの赤いの、これが辛味噌になるんですけど、これが通常の僕は2辛にしてみました。あとおすすめの食べ方っていうのがあって、まずはですねベースのスープを味わうっていうところなんで、辛味噌溶かさずにいただいてみます。スープはほのかにこの魚介の出汁を効かせた味噌のスープとなってます。全国各地の味噌を独自で配合されているっていうことで、まあでもなんか味噌が濃すぎないような感じ、すごい飲みやすいマイルドなスープになってます。動物根菜系スープっていうみたいです。
表面に昆布油が張ってるんで、こうレンゲでスープ飲むときは表面だけすくわずにこう下の方からレンゲ入れて油と一緒にスープ飲んでみてください。麺は太平の高水縮れ麺になってます。だからこうしっかりもちもち感っていうのも感じられて、結構この食べ応えがあるような太麺となっていました。創業当初から福郎さんはもうこれで変わらず提供されているみたいで、なんか味噌ラーメンと太麺ってすごい相性いいなって個人的に思います。それではいよいよ辛味噌ラーメンといえばのこの秘伝の辛味噌スープに少し溶いてちょっとずついただいてみます。個人的になんですけど、この辛味噌合わせた方がもう抜群に美味しくなったなって思いました。この辛味噌も確かに辛味もあるんですけど、僕はそれ以上にこの味噌のコクがすごい深くなったなっていう感想なんですよね。だから次はこの辛味噌をこの麺に直接合わせて乗せていただいてみます。これだともうダイレクトにこの濃い辛味噌を感じられるんで、また合間合間とかでこうやって食べるのいいなって思いました。ただ辛さなんですけど、結構ねだんだんとヒリヒリって効いてくるタイプの辛さなんで、辛いもの好きな人もこの辛味噌ラーメンすごい合うと思います。でおすすめの食べ方の手順としてはここまでしか書いてなかったんで、あとはニンニクも僕もらったんで好きな感じで食べていこうと思います。このメンマの量も多かったし、あと海苔にナルトとかもすごい見栄えでいいですよね。チャーシューはこの厚切りで大きいナンが3枚も乗ってました。脂身が結構控えめで、いわゆる食べやすい感じ、もうスープに浸して食べたらより美味しいかなって思います。味玉は切られてなくてこうまるっと1個が乗ってました。もうかぶりついていただきます。黄身が垂れないくらいのちょっと固め気味な半熟具合です。黄身トロトロやったらスープに黄身流れちゃうの、なんか個人的にもったいないなっていう感じがするんで、こんくらいもいいなって思いました。それではチャーシュー丼もいただきます。角切りになったチャーシューとあとネギがご飯とその上に乗った海苔の上に乗ってます。よりチャーシューの美味しさにあと甘辛さがこうご飯で引き立つような感じになってました。なんか丼ってがっつく方が食べやすいし、なんかより美味しく感じるような気がするんで、もうガガガッといっちゃいました。これもまたチャーシュー丼おすすめの食べ方っていうのがあったんで、最後にそれして食べてみようかなと思います。それでは最後の一口いただきます。今回王道の辛味噌ラーメンにしてみたんですけど、あと辛味噌混ぜそばっていうのと台湾混ぜそばっていうのもあって、でなんかそっちもおすすめの食べ方の紙があったんで、いやそれも気になるなって思ってます。でチャーシュー丼まだちょっと残してるんで、最後はこのスープをかけてお茶漬け風にして締めの飯っていう食べ方もおすすめって書いてたんで、これでも食べてみました。よかったです。平日のランチタイムであれば小ライス1杯無料になってくるんで、これもしかもスープと合わせて食べたら美味しいって書かれてたんで、お得にお腹いっぱいにしてみてください。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで今日のお店、こちら高松市にある辛味噌ラーメン袋高松八島店さんになります。駐車場はこんな感じで共同駐車場になってて、この袋さんの向かいですね、広い駐車場、中駐車場もあるので空いてるところ止めてみてください。店内こんな感じになってます。すごい内装が綺麗なんですよね。テーブル席にあとカウンター席もたくさん揃ってたので、一人でも来やすいし、お子様ラーメンっていうのもあるんで家族でも来やすいと思います。はい、ということで辛味噌ラーメンフクロウさん食べてきました。後語りです。僕まずスープ一口目からうわ味噌濃って思った上で、辛味噌といたらもっと濃って思ったのがもうすごかった。こんなに濃いんだって。やっぱね、辛味噌溶いた方がめっちゃうまい。
ていうか、最初にスープいっとるからこそこのより濃くなっていくっていう、自分でちょっとずつカスタマイズしていけるっていうのが僕すごい良かったなって思って、で結構ね、煮からでも結構ピリピリするんですよ。で僕は辛いの好きやけん、うわもし次来たらもっと辛いの挑戦してもいいかなとかはすごいね思っちゃいました。でも煮からでも結構辛いです。辛いの苦手な人は微妙1からとかの方がいいんかなぐらいな、ぐらいはちょっと辛かったです。でランチタイムなんですけど、白ご飯がね無料なんですよ。ということで僕最後チャーシュー丼にこのスープかけてやっちゃったんですけど、白飯を最後にスープドンと突っ込むのも無料でできちゃうっていうことなんで、ランチタイム、特にお得になってます。ぜひ行ってみてください。はい、ということで今日の動画もしよければ高評価チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。1、2、3、4